こんばんは、石田由良です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、年も明けましたね。はい、そうですね。いつの間にか。うん。で、これ見てくださいよ。ズズン。お、池袋の IWGP のカップでコーヒーを飲んでいます。おお。もう最終回でしたね、そういえば。もう終わりましたね。いや、でも最終回面白かったね。え、ツーはあるんですか、うん、シーズン2は。わかんないね、それはちょっと。そうなんですね、うん。でもなんか、アニメもね、終わって心静かに、落ち着いて、で、なんかね、こういうグッズも次々と街に出始めて。これでもさ、マスク、キャップとマスクなんだけど、両方一緒にはできないよね。はい、ちょっと怖い、強盗犯みたいな。そうそう、はい。いやー、まあでも、いよいよね、今回また、ナークショー予想の3回目。あっという間ですね。今回6本?6本。ね、え、あの、うん、2人は何と何を読んだの？半分ずつにしたんでしょ？3冊、3冊で読みました。うん、僕は、うん、オルタネーと、はい、汚れた手をそこで拭かない8月の銀の雪、はい。なるほどね。はい、そう、だから、うん、私すごい偏って、はい、そうだからって何？そうだから浦さみし川と、うん、アンダードックス、うん、あとインビジブル。よくアンダードックス選んだね。いや、そうなんですよ。というか、そうなんです。ミステリーが、ね、うん、謎解きの本が2冊になってしまって、うん、アクションもの好きだったの？いや、たまたまですね、うん、早川さん、そう、単純に僕が並び順で本作発表の後、公式サイト上から3つポンポンポン、僕これにするってね、直感でやって残った3つが広野さんと、はい、読ませていただいたという感じで。なるほどな、うん、意外と男っぽいの選んだよねって思ったんだけど。そうですね、そうなんですよ。いや、でもさ、今回面白かったけど難しいね。いや、本当そうでした。うん、いや、僕ね、前回前々回当ててるじゃない、で3回目で、まあ楽に当たるよなと思ったけど今回が一番難しい予想が。確かに今回私はもうちょっとどれか分かんないの、本当。いや、でもなんかね、過去2回がダメっていうことはもちろん全然ないですけど、過去2回に比べてよりそう、なんか僕も面白かったですね、今回。うん、今回はね、そのためにはね、事情があるんですよ、ちゃんと。事情、事情、あ、もうフリップが出てきそうですね。その難しい事情、うん、予想が難しい事情があるってことですか？それはね、まあ、はい、じゃあちょっと行ってみますか、最初。うん、はい、はい、おさらいも兼ねて。出ました、第164回、直木賞、はい、誰でしょうっていうことなんだけど、うん、これ考えたらもうすごいよね。僕129回だから、もうそれから35回も、25回か、もう過ぎてしまったっていうね。年2回だから13、4年前。12、3年前だね。で、今回ね、予想がなぜ難しいかっていうと、うんうん、ベテランがいないの。あ、確かにそうです、ね、6人全て初ノミネートっていうのはめったにないことなのよ。確かに。だから、選考委員の人たちも分かんないと思う。うん、全然知らない作家ほとんど読むことになるんで。うん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 、じゃあ、厚労省的な加点はない、うん、ないと思うんだよね。で、僕もね、この中で読んだことあった人はね、半分ぐらいかな。ああ、でもすごい。残り3人は全然初めて読むから。うん、私読んだ3人も皆さん新人賞を取ったっていうぐらいで、うん、調べてもほとんどその人物像だったりとか、そうなんだよね。こういったものが出てこない方たちだったので、うん、本当にびっくりしました。そう、やっぱね、これはでもすごく大きいよ。うん、ということは、今までのイメージがない、過去候補作での加点要素がない、まっさらのまま、うん、誰も彼もがこの6冊に向き合って選ばないといけない、うん、となると、それぞれの小説の好き嫌いであったり小説感みたいなものがもろに出てくるから、今回は難航すると思うんだよね。だから正直今の段階から一つ、いつもはどれかが取るよっていう話になるんだけど、今回はなしもありえると思うのよ。あ、そうか、あ、なしか、うん、なるほどですね。今回 の、 忘れてたなしがあるってこと、審査員の方が誰かっていうところもポイントになる。ものすごくポイントになるんだけど、審査員が誰かっていうより、審査員は今ね、すごくね、バランスが悪いの。うん、まあ、これ言うと文春の人に、って言われるんだけど、はい、割と年を取った大家の男性作家が3人で、あと女性作家が6人なのよ。うん、そうですね、女性多いです。そうなると、はい、広野さんが選んだアンダードックスみたいなさ、大活劇ものってさ、
正直女性作家好きじゃない人が多いじゃん。そうですね、あまり読まないとか手に取らないかもしれないですね。だからね、ちょっとね、うん、バランスが良くないと思うんだよな。なるほど、分析がいいですね。だからそこの部分で、もうはっきり言ってしまいましょう。僕今回読んだ6冊の中で最高に面白くて興奮したのはね、これなのよ。あ、もういきなり言ってしまいましたね。はい、これ面白いんだよ、本当に。面白かったですね。ね、後でも言うけど、これに関する説明は、うん、直木賞には面白すぎるのよ。ああ、どういうことですか。なんか直木賞っぽくないエンターテインメントなんですよ、ね。もう大活劇なの。ドンパチ、手榴弾を破裂するし、マシンガン炸裂。うん、で、大地下崩落とかさ。うん、もうスパイアクションでさ。めちゃめちゃかっこよくて読んでて本当面白いんだけど、直木賞かってしかも選考委員の女性6人かとか思うと、ああなるほど。いやでも取ってほしいけどな、永浦くん、いい人だからっていうか、僕永浦くんのデビューの時の選考委員でもあるんで、取ってくれたらめっちゃ嬉しいんだけど、はい、いろんな感情が舞いますね。本当ですね。はい、ということでサクサクいってしまいましょうか。うんうん、はい、汚れた手をそこで吹かない、これタイトルすごいよね、はい、うん、どういう話なのか想像がつかない。うん、芦沢陽さん、はい、文春の本です、うん、で文春の本だっていうのは、まあ、ちょい加点要素あるよね、うん、文春の賞だから。で、芦沢さんは36歳でデビュー8年目、うん、で芦沢さんの本は実は僕以前にも読んでいて、その時は山本周五郎賞の賞に入ってたんだけど、うんうん、残念ながら芦沢さんは取らなかったんだけど、これ、読んだのは陽平君だっけ。あ、読みました、はい、うん、どうでした。いや、面白かったですよ。その人間のやっぱりリアルのどちらかというと負の部分を小気味あっという間に書く感じでした、ね、そう、ともかくね、意地悪なんですよ。ですから、いわゆる日常の些細な、もう大犯罪とか自由がとか出てこないの、うん、ただ日常の嫌な感じの嫌ミスの連作集なのね。まあ5本入ってるんだけど、とにかくなんか底意地が悪いんですよ。で、こういうの好きな人には本当にもう大好きでハマると思う。その意地悪な視点と毎回こうネチ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 攻めてくる感じがね、いいんだよね、これは。うん、味がありますね、その方の。うん、そう。でも、なんていうのかな、デフレ不況下でさ、もう庶民の耳っちい犯罪っていう、犯罪までいかないようなお互いの意地悪なところがね、ネチ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 書かれてるんで、なんだろうな、日本ってこの20年景気悪くなってからさ、人の残酷さとか悪とか性悪説みたいなのが強くなったじゃない、うんうんうん、そういうのが強い人、もう人間なんて大したことないんだよっていうのをゆっくり、あ、自分は安全な場所で読みたいっていう人にはすごく面白いです。おー、なるほど、面白そうな。なんかね、はい、こういう時代だと下手に逆に、まあ、イラさんもよく話されますけど、下手にもうお涙ちょうだいみたいなのも、うん、多くなってきたから、それに比べたら逆に僕には新鮮で楽しかったです、うん。でも逆に言うと、今こういう時代なんで、こっちの嫌ミスの方が結構数は多いです。ああ、そうか。だからその中で、やっぱ芦沢さん腕がいいんで、わ、この人はいいんじゃないっていうんで文春も選んできてるんじゃないかな。いや、リズムよく読みましたね。で、この中の短編が、日本推理作家協会賞っていうミステリー作家の、はい、まあ、協会の賞があるんですけど、その短編賞を取っています。なので、まあ、素晴らしいじゃないかな、うん、ただ5本ってちょっと薄かったかもね。5本で1500円ってすごい薄い本なんで。本当だ、そうですね。もう、もうそういう意味ではすぐ読めて、この時間のない中でありがたい、うん、でなんかもう1本ぐらいさ、なんかボリューム感のある、うん、そこ意地の悪いのが入ってもよかったよね。そうですね、そうですね、うん、そう、で一つ、今回これ、短編集なんだけど、あんまりつながりがないんだよね。バラバラの短編集なんで、そういう場合は逆に、よほどいいのが5本揃ってないとなかなか難しいっていうのはあるかもしれない。でも、とっても面白かったです。芦沢陽さんですね。はい、今、あいうえお順で、選んでますから、特にあれはないんですよ。はい、で、次がですね、はい、はい、これです。8月の銀の雪、はい、与原慎さん。これ、はい、すごいタイトルが綺麗ですよね。タイトル綺麗なんですよ。で、慎重なんですね、うんうんうん。割と定評のあるところ。で、岩原さんはね、38歳でまだ若いんです。うん、でも、デビュー10年で中堅に差し掛かっているという。うん、
これどうでした？いや個人的にはもうめちゃめちゃ刺さってですね、なんかさっきの、うん、ある意味なんて言うんでしょう、芦澤さんと対局、うん、どっちがいい悪いじゃないんですけど、うん、いわゆるさっきの芦澤さんが人間の暗部をそのままリアルに出したんであれば、うん、なんかこちらはその人間の暗部とか奥底にあるものにスポット当てつつも、最後は嫌ミスじゃなくてその人の人間なんだろう、可能性とか希望を見出す、うん、そっちの感じだったので、すごい前編通して面白かったし、やっぱり理系っぽいお話ではあるんですけど、うん、やっぱりその彼自体がもちろんお目にかかったことないですけど、なんか人の痛みをよく知ってらっしゃるのか、なんて言うんでしょう、こう理系の一見難しい話をうまくそれぞれの人物のストーリーに落とし込みながらなんか読めるので、うん、そうだね、すごい良かったですね、うん、要するにさっきのが性悪説って言ったよね。でこれはものすごく厳しい状況の中でも性善説で信じようっていう話なんだけど、その時に使うモチーフがやっぱり今回新しいんですよ。ある種の理系のイメージとかロマンチシズムを前面に出してくるんだけど、こういうものは今までなかった、やっぱり。なのでものすごく新鮮だしニュータイプだと思う。だから僕今回この岩原さんを読んで新しい才能が出てきたなっていうふうに思ったもん。でやっぱり面白いんです。伊賀さんごめんなさい、伊予原さん48です。48か、ちょっと今一瞬書き直し、ね、そう書き直してもらって冒頭ちょっと取り直せます。ごめんなさい。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、はい、今直すから。はい、でうまくつなぎます。今うまくこのままここは直さないでいいと思います。はい、48歳なんだ。そう、1972年。なるほどね。でもいいですね、すごい良かったと思います。なんかその新鮮さが素晴らしくて、今まで全然ないタイプだったんで、今回読んだじゃないですか。うわ、岩原さんは発見だったね。理系のロマンシチズム、チシズムっていうのがちょっとどんなものなんだろうっていうのが、それをざっと説明しましょう。はい、タイトルです。8月の銀の雪。銀の雪は何かっていうと、地球のコア中心部のところって実は何があるかっていうとね、鉄の塊があるんです。空洞じゃないんですか。真ん中に鉄の塊があって、その周りにドロドロの金属が溶けている、丸い球があって、それがコアになってるの、うんうん、でそのドロドロの中から中心部の純鉄の塊のところに雪が落ちていくんです。結晶になった。でその雪がその鉄のコア、ところが鉄のコアの表面って高さ100メートルぐらいの鉄の木が生えてるの、鉄の森になってるの。この真ん中の丸いところ、うんうんうん、でそこの鉄の森のところに鉄の結晶が降っていくっていうのが、地底の底で起きている銀の雪っていう意味なんだよね。だからこれ地球の核の話なの。あ、そうなんですね。そう、それをもう言っても全然わかんないと思うけど、ベトナム人留学生の理系の女の子に語らせてるのよ。で彼女は地震波の研究とかをしてる子なの。でも、日本のコンビニで働いているという。なんかそうなってくると設定が面白いでしょ。だから例えば、8月のこの銀の雪っていう表題作は地球のコアに降る鉄の雪の話、次は、クジラの話で、3つ目は、このあるのは何だったっけ、伝書鳩です。伝書鳩の話、うん、そして春を拾うは、珪藻土、珪藻アートの話。珪藻っていうガラスの殻を作る単細胞生物がいるんだけど、うん、その殻を集めてアートにしてる人たちがいるのよ。すごい綺麗。これ珪藻土。もうこの本買っちゃったよ。珪藻土。実際、めっちゃ綺麗なの。そう。で、最後は、風船爆弾の話。っていうテーマが、どれも必ず人と理系の素晴らしく知的なイメージのロマンチズムがガチッて合わさって短編ができてるの。あ、これは読み応えありそうですね。なんか、うん、っていうより、なんか今までの小説、日本の小説にはなかった、うん、モダンなテイストなんで、ちょっと欧米の作家みたいな感じする。だから岩原さん、なんか素晴らしいんじゃないかな。これから読んでみたいですね。うん、ちょっとボケてるかな。でもいいよね、最低も綺麗だし、はい、素敵、うん、はいはい。そして、3作目がオルタネート。オルタネート話題のオルタネートね。あのね、全く何の前情報も知らずにいきなり用意どんで読んだら、この人驚くと思う。僕それで読みました。ほぼものすごい完成度なんです。へえ。でね、実はね、僕加藤くんのデビュー作の
だピンクとグレーだ。ピンクとグレーの、まあ、原稿をもらって、ちょっとこれ読んでみてくださいって言われて、で、読んだら、いや、ジャニーズ事務所でタレントの人だから、そんなには厳しいじゃないって思ってたんだけど、あるグループの中で日の当たるメンバーと日の当たらないメンバーのことをちゃんと書いた小説として出来上がっていたのよ。で、今、加藤君ってニュースのメンバーじゃない？で、それから8年後、読んでみたら、穴がね、本当にないんだよね。この小説自体は、ものすごくよくできてるし、アイディアが素晴らしい。それと、僕は小説家の中でもかなり博識な方だと言われているし、自分でもそう自負してるんだけど、それでも届かないぐらい、ものすごい知識がある。何が題材なんですか、その話は。ある高校です。東京の私立高校で、そこにいる調理部の人、バンドをやっている男の子、それともう一つは高校生専門のアプリ、オルタネート。これが高校生専門のマッチングアプリなんだけど、そこでの出会いを重ねる女の子っていう、その3人がメインストーリーなの。で、精神ものでものすごくよくできているし、強いて言うとね、浅井亮君の、浅井亮さんと、あの繊細さ、うん、ものすごく内省的なところなんかは似ている、うん、もうブラインドで6人の中で一番才能のある人誰って言われたら、うん、ブラインドだったらこれだと思う。加藤君すごいよね、うん、いや本当ちょっとね、うん、終始なんか映像を見てる感じでしたね、うん、映画見てるみたいな感じ。もうプロの世界だね、うんうん、全く、まあなんていうのかな、細かな傷とか欠点がないんだよね。でそれはなかなかできないことなんで、まあ、とりあえず、3作目がこれです。はい、はい、そうすごい、はい、けね、それを出すの忘れてたね。はい、オタネート新潮社、33歳、はい、めっちゃ若いです。8年目、はい、ジャニーズでニュースのメンバーね、ニュースのメンバー、はい、で恐ろしい完成度の後にちょっとクエスチョンマークがついています。そして次が、はい、浦寂し川、うん、ねえ、浦寂しがどうでしたか、読んだ感想は。いや私結構これ好きでしたね、うん、時代物っていう設定なので、うん、結構こう読みづらいかなというふうに思ったんですが、うん、こう人物描写がかなりしっかりしてたので、うん、で文章もね、ものすごく読みやすいよね、うん、読みやすいです。さすがにね、西条中さんもうね15年目の割とベテランに近い人で、今回の6人の候補作の 作者中ね、56歳で一番年上なんですよ。で、お話は、江戸千駄木のなんか湿地帯にある、まあ、この浦寂し川っていう、まあ、ドブ川みたいなのが流れてるところの長屋に住んでる人たちの人情ものです、うん、うまい、うん、それと小ネタが意外と新鮮、うん、これはね新鮮って簡単に言うけど、もう浦長屋の人情ものってさ、図書館1個立つぐらい書かれてるの、うん、その中で新鮮さを出すってものすごく難しいんで、うん、その点はね本当に評価していいと思う、うん、すごく楽しく読みました。うん、素晴らしいと思うよ、浦寂し川。はい、そして次がこれですね、ザ・インビジブル、坂上泉さん。これさ、びっくりした。さっきさ、加藤茂明君が33で若いよねって言ったじゃない。あ、そう、さらに若い30歳なんです。みんな若っ。でデビュー2年目、文本は文春からっていう、ちょっと加点要素もある坂上泉さんなんだけど、こういうことですね。終戦直後の大阪を舞台にしたね、警察者なんですけど、そこで3件の連続殺人が起きるんです。で、殺された人は皆刺し殺されていて、顔に麻袋をかぶせられているの。で、その殺人事件を追う若い警官と、東京から来たキャリアの上司のバディ者なんだよね。うん、でね、実際今30歳の人が終戦直後の大阪を書くっていうのはさ、もう江戸時代書くのと一緒じゃない、うん、でもものすごくよく調べてね、細かく書かれてるの。へえ、なんだろうなと思ったら、この坂上さんって人が東大で日本史専攻だったんだって。あ、だから資料の勉強とかさ、そういうことはものすごく得意なんだよね。で、満州だったり大阪だったり、その引き上げの苦悩みたいなことをちゃんと薄くならずに厚く書いて面白くなっているんで、うん、この人もこれからも期待できるんじゃないかな。30歳ですか、まだ30歳すごいよね。楽しみですね。楽しみ、頑張ってほしいね、うん、そして最後がアンダードックス、永浦京さん、うん、僕永浦さんってもっと若いと思ってたんだけど、意外と言ってたんだね。あ、本当ですね、うん、53歳で9年目で角川の本なんですけど、
永原さんは講談社の新人賞、小説現代の新人賞のデビューで、その時僕選考委員で、これ面白いねっていう、うん、老健客が切り合うっていうすごい激しい時代ものだったんですよ、うん、それが突然なぜかじゃーん、1997年返還するちょうどそのお正月の香港で、その秘密がバレたら世界中大混乱になるようなある、秘密データが入ったフロッピーディスクを強奪しろって言われる日本人の、話なんです、うん、で、まあさっきも話したけど、今回の6冊の中で賞の選考とか関係なくめっちゃ一番面白く読んだのはこれです、うん、人が次々死ぬ、撃ち殺され刺し殺され、うん、あらゆることをされるんだけど、本当に面白いんだよね、うん、永浦さんももうこれからいいっすよ、うん、もうでも今大忙しだけどね、各社編集者が張り付いてうち、ん、に帰ってくださいって言ってるのも、すごい張り付くんだ、うん、ただ永浦さんもね、本当に難病になって何年も入院してたんで、僕が一緒にお酒飲んだ時に聞いたのは、若い頃音楽誌のライターをやってたの、うん、だからロックとかサブカルにすごい詳しいんだけど、はいはいはい、でもその難病にかかってしまってずっと長期入院でなかなか治らないん で、うん、でその頃その小説を書き始めようって言って書き始めて、今ようやくここまで来たんだよね、デビュー9年目の初直木賞候補です、うん、うわー取ってほしい、いや功労賞、功労的なところ、そうですね、なんかね、うん、というのが、今回の6冊で、はい、全てが初候補なので、はい、誰にもあれはない、ハンディもなければ読めないですね、プラスもないですね、え本当に、いや読めない、楽しいね、うん、ただ今まで全ての本に関していいところだけ話しましたけれど、うん、この後に関してはそれぞれの本の、はい、ここはどうなのっていうような問題点をちゃんと、うん、えぐっていこうと思います、はいはい、いやでも面白かった、はいはい、あそうだ、イラさん、じゃあイラさんね、はい、そういえば収まりいいとこだったんですけど、うん、ちょうどそろそろ、20日ぐらいにイラさん新刊が出るという噂があってですね、あ、はい、そうですそうです、アマゾンに、初映上がってるのはちょっと僕が今共有しますね、はい、はい、ちょっと解像度荒いかもしれないですけど、この本ですね、はい、そうです、これは割と、エロティックな短編を集めた短編集ですね、うん、で文庫書き下ろしのやつもいくつか入ってますんで、はい、まあでもあれかな、もうこのタイトルを分かったようにですね、うん、このタイトルのお話は少年のりょうくんを初めて買った OL さんの一日の、うん、経験を書いています、へえ、うわー、楽しみだな、はい、うん、これはなかなかいいと思うよ、うん、ただ女性が本屋さんのレジに持っていくのにちょっとあるかもね、ただこの表紙の写真も撮り下ろしてるんだけど、はい、すごい綺麗でいいから男の人の肩だけを撮ってるんだけど、ちょっと実物を見たいですね、書店でね、この装丁を、ね、いや素晴らしいハイセンスですね、はい、これは素晴らしいと思う、はい、じゃあぜひこちらも間もなくリリースだと思います、お読みになってください、はい、あ、はい、すみません、この発売日が、2021年の、1月15日ですね、うん、あ、そうなんだ、はい、あ、やっぱ15日か、15日でしたね、すみません、はい、いや今の時点では僕の手元にはまだ届いてないんですよね、はい、間もなくですね、はい、じゃあぜひそちらもチェックしてみてください、よろしくお願いします、あ、はい、あ、そうか、またさらに収まりいいところが、はい、あれだったんですが、間もなくですね、1月20日ですね、はい、僕らの公開収録の第3回かな、1月20日、はい、夜8時からオンラインでまた、公開収録をしたいと思います、今回はですね、はい、小説家のナルニアスペシャル好評の、受けて第4弾、書くことについて特にイラさんフォーカスしてお話ししてくださるそうですが、はい、一言だけいただいてもいいですか、うん、書くことって本当にね、小学生でもできるんだけど一番なんだか難しいところがあるじゃないですか、うん、なので、その時の心構えであったり姿勢であったり、うん、あとは書くこと自体をどんな風に楽しんだらいいか、うん、しんどくて続かないっていうのをどう対処するとまた次書けるようになるかっていうのあたりを、ちゃんとお話ししようと思います、はい、そしてその公開収録の後には恒例のですね、参加者の皆様とだけとのオフレコの、トーク、Q&A タイムもあります、こちらぶっちゃけトークなんかもいろいろ出ると思いますので、はい、詳しくは下に URL あると思いますので、よかったら20日の公開収録の方も参加してみてください、はい、よろしくお願いします、ということで、続きは直木賞、この後大予想、はい、かなりね、はっちゃけて話が出ると思いますので、よかったらこちら下に URL、はい、いや今回本当に難しいです、はい、話したいこといっぱいあります、それではまた、はい